前々から食べてみたかった小太郎で、団子と抹茶を飲みます。すごいな、あらららららら、大自然、草団子、おでん、ところてん、きのこうどん、そば、山椒の佃煮、いろんなものを食べれます。うわ、前々からちょっと食べてみたかったんですよね。前回ちょっと時間なくて来れなかったです。すげえ。なんかすごいアニメの世界。こうやって渓流を望みながら団子とお茶が飲めます。すげえ。私はちょっとこの隠れた人気をいただこうかな。隠れた人気と草団子抹茶セットいっちゃう。めっちゃ豪華。でもこういう時はね、思いっきり大盤振る舞いですよ。これにします。すげえ。めっちゃ美味しそう。お蕎麦、お蕎麦です。はい、ということでお蕎麦をまず食べます。いやー、うまそうだね。見て、この景色見ながら蕎麦食べるんですよ。幸せか。あ、ちょっとね、平べったいお蕎麦です。うわ、めっちゃ美味しそう。天ぷらはかぼちゃとお茄子とお卵とおわかめです。うまそう。ここに一味かけちゃいます。うら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 、最高か。いや、これでまたうまみがね、やばい。いや、もうキノコとかも入ってるんですよ。めっちゃうまいっすよ。いや、最高。ナスです。うまー。かぼちゃもいっちゃいます。最高。この景色見ながら最高。ください、お蕎麦食べながら、もう大絶景ですよ。渓流。続いて注文したのが草団子抹茶セットですね。いや、美味しそう。あ、団子って言ってもこういうなんか切り株状なんですね。かわいい団子。これをあんこつけて、いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。渓流を見ながらいただきます。いや、うまいな、これ。程よい甘み。いや、これ美味しい。何個でも食べれる。抹茶をいただきたいなと思います。本格的ですね。本格的な抹茶です。私、人生初です。とっても美味しかったです。あまりの美味しさにね、お土産用の買っちゃいましたね。